いや、面倒くさい。怪我はないかね、お嬢ちゃん。無理やり酒でも飲まされたのかね。まったくひどいことをする。戦士の風上にも受けない奴らだ。安心したまえよ。もう心配はいらない。君をいじめる奴なんていない。安全な場所まで私が送ろう、お嬢ちゃん。なんだこいつ、あたいのこと民間人だと思ってんのか。それにしてもお嬢ちゃんってどうかしたかね。あのん、一つ聞いてもいいでしょうか。何かね。どうすればそんな風に正しいことができるんでしょうか。迷わず、不安を感じず、間違わずに正しいことができるんでしょうか。そんなことはこれまで考えたこともなかったがね、お嬢ちゃん。君は正しいことがしたいのかね。では試みに少し考えてみようかね。己の行動原理を言語化するというのもたまには良いだろうからね。1、まず正しいことをしようとするだろう。2、次に正しいことをする。以上だ。お、なんだその天才すぎる理論。もしかして子供相手だと思っているから噛み砕いていった。だからって噛み砕きすぎだろ。こっちとらそれができないから苦しいんだっていうのに。苦しい？苦しいのか、あたいは。そんな苦しさはとっくに忘れたはずじゃなかったのか。苦しさは酒に溶けてなくなっていたわけじゃなく、ずっと苦しみ続けていたのか。つまり正しいことというのは、しようと思わなければできないということなのだがね。人はなんとなく間違う。流れに沿って悪へと落ちる。理由もなく、思想もなく、思い切りもなく、気づいた時には当たり前のように道を誤るものだ。道を？しかしね、それに相反して気づかないうちに正しいことをしていたとか、いつの間にか善行を働いていたとか、うっかりいいことをしていたとか、そういうことはない。絶対にない。意思がなくては正しさはない。正しい行動には正しい意思が不可欠なのだ。正しいことはしようと思わなければできない。もし君が正しいことができなくて苦しんでいるのだとすれば、それは君が正しいことをしようと思っていないからだ。
正しいことをしなくていい理由はいくらでもある。迷う材料は山ほどあるし、不安材料も売るほどある。人のせいにするのもいいし、社会のせいにするのもいいだろう。時代のせいにだって運のせいにだってできる。だが正しいことをしていない人間はできないのではなく、やらないだけだということを自認すべきだがね。君も全く無理に正しいことをしなくていいが、それはできないわけではなく、やらないことを選んだのだということを夢忘れぬことだ。正しき者は皆、1、すると決めて、2、する、きちんと段階を踏むことだ。1の段階にいながらにして2を悩むのは愚の骨頂だがね。同じ戦士でありながら、悲願にはまさしく大人と子供ほどの差があった。だけど理解はできなかったが、彼の言うことを理解したいと思った。理解できる自分になりたいと思った。本当に思った。では今後は気をつけたまえよ。あの、もう少し一緒にいてくれませんか。まだ調子が悪くて。そういうわけにはいかないのだがね。お嬢ちゃんみたいな子供をあと何人か助けるのが私の仕事だからね。ではもう二度と戦場には近づかないように、君が私のような人殺しと私のような皆殺しと二度と会わずに済むことを祈ってるよ。同じ戦士のはずなのに、全くそのありようは違った。本当に戦士と呼んでいいのは、呼ばれる資格があるのはこの人のようなものだけではないのか。でも不思議とそれを悔しいとは思わなかった。むしろ初めて人生の目標ができたような気がした。何も考えずにぼんやり道を歩いていた時とも、その道から外れてしまった時とも違う。いつかまたあの戦士に会った時、今度はちゃんと認めてもらえる自分になりたい。もう会わずに済むことを祈ってるなんて言われたけれど、そんなの知ったことか。